どうも、ハイチです二千十九年がついに終わります今年も本当にお世話になりましたで挨拶のついでになってしまって大変恐縮なんですが二千十九年最後に一つ皆さんにお願いがあって動画を撮らせていただいておりますおそらくこの動画を見ていただいているということは私のチャンネルだけではなくって教育分野の YouTube のね教育分野の動画に多少ないとも興味がある方だと思います 勉強で使っていたりとか勉強法の話を聞いたりとかってあると思うんですがぜひですねその勉強系のクリエーターの動画を見た時にまあそのチャンネルの話でもあるんですけどチャンネル登録とかあと高評価っていうのをしてあげてください教育っていう分野その中でも授業は特にその傾向があるんですが普段見てるんだけど高評価をしたことはないなとかあと普段見てるんだけどチャンネル登録はしてない調べてね 調べて毎回こう来てくださってるなんていう話をよく聞くんですね使っていただいてるだけでも十分ありがたい話それは分かってるんです分かってるんですが教育って YouTube の中でも非常になかなかこう花が咲きにくい分野なんですバズるなんていうこともほぼないですしコツコツやってやっとちょっとずつ花が咲いていくしかもお金になりにくい これは非常に言えるんですねでやっぱりそこで数字っていう例えば高評価とかチャンネル登録っていうものも目に見えた成果がないとですねモチベーーションががクリエイターの方が持たないんですね自分も今年8年目になっていろんなクリエーターを見てきましたで教育分野で始めてみたんだけどすぐ辞めてしまった方とかある程度続けたんだけど引退というかこの分野から撤退してしまった方もたくさん見てきたのですごく寂しいんですね。もももっっとと数字の面だけでも 多少ないとも違ったらもっと今違ったんじゃないかなって思う気持ちも強くてですね厚かましいお願いっていうのは重々承知してるんですが是非その教育系のクリエイターをねこう見た時にチャンネル登録とかグッドボタン高評価っていうのを、まあ、押してあげてくださいってい言いてもあれなんですけど応援の意味も込めて、えー、押してあげるそういうなんか癖というか。 いうのをつけていってもらえたら嬉しいなと思いますそうすることによって自分のチャンネルだけじゃなくって教育分野っていうのがちょっとずつ盛り上がっていくと思うんです皆さんの力をいただいてでクリエイター側が元気になるというかモチベーションが上がればいい授業、いい勉強法とかを提供,提供できるその好循環になるとも思,思っているのでぜひ2020年あのすでにねしていただいている方もたくさんいるとは思うんですがそういった 思いを持ってるやつがいるっていうのを覚えておいていただいてよかったらそのチャンネル登録とか高評価っていうのをしていってもらえたらと思いますすいません本当に2019年最後ね厚かましいお願いだったんですが頭の片隅に置いておいてくださいということで、えー、2019年本当にありがとうございました2020年もどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ失礼します